OK、これで上川門別荘に突入いたします。さあ、後編スタートでございます。最初に訪れたのはこの愛別町でございます。まあここ来たから特に何も語ることはない。キノコはうまい。さあ上川町に到着でございます。この先が層雲峡ですね。まあここ今市街地降りたことないから俺何ともない言えないんだけどね。まあまだ旭川門別道は序盤でございます。先は長いぞ。さあ多分ここは層雲峡の裏側なのかな。多分裏側なのかな、前側なのか。あ、まあ前側なわけないな。やっぱりね、結構色づいてきてますね。ああいいですね、いい紅葉ですね。ちなみに俺も紅葉です。さあトンネルにイン。さあこのトンネルクソ長いんだ。いくら変わるけどクソ長いこのトンネル。さあここは、おここは滝神じゃないんです。滝の上じゃない、滝の神っていうんです。俺もねウィキって初めて知ったからさ、未知の街でございます。降りたこともないしね。あ、天気が良くなってまいりました。まあ、なんか不安定だよな。またなんか降りそうな予感もしますけども、まあ今日はまだセーフです。今日は、お、ここはマルセップですね。マルセップはね、以前行った時はゴールだったんです。だからここから先が新しくできてるんですよ。さあゴールが見えてきました。ここはエンガル町です。字が読めなかった。願望岩っていうのかな。さあ一般道に到着でございます。ようやくね、変化のある道路に到着いたします。ただね、ちょっとそろそろ休憩したいんで、近くのセブンイレブン寄ってから続行いたしましょう。あそこは全部カットですよ、もちろん。特に何もないし。旭川門別道はまだまだ工事中でございましてね、これからまだまだ伸びていくらしいです。もっと伸びればね、私もより道東に行きやすくなるんで何よりでございます。まだ未知のエリアですからね、8割ぐらいが。さあ高規格道路を越えると、ここはサロマ町ですね。多分ここちょっとかする程度だと思います。もうすぐ北見が待ってるんで。はい、北見町到着でございます。どうやらね、北見町ね、これ北見市だ、ごめん申し訳ございません、北見市でございます。北見はね、和名らしいです。さあここで美幌バイパスに入ります。ここの女満別空港が行きやすい、まあ高速道路の前身みたいなもんなんですけども、まあ女満別空港には行かずに美幌の市街地のインターで降りちゃいます。はい、ここを曲がると国道334号線知床国道に到着いたします。ここをまっすぐ行くと斜里町に到着いたします。くっそ長いんで、ここから先はね、超高速で、高速再生でスキップいたしましょう。
町の市街地に到着でございます。ここでウトロに行く前に、はい、買い物でございます。ウトロはね、大きいスーパーがないんで、ここで調達しておく必要があります。コンビニはあるんだけどね。ラルズマート、北海道のローカルスーパーでございます。アークスグループってところが運営しております。フォトンは使いません。さあ、買い物も終わったので一旦ね、またこの国道に戻りまして、このまま長い道を進んでまいりましょう。しばらく道なりです。さあ、そんな長い道ですけども、皆さんここ何か覚えがあるかもしれません。結構有名な写真だったはずです。そう、知床斜里といえばあの長い道、北海道を象徴するような道があるはずです。早送りをしてぐいーっと行くと、どだ、はい、到着でございます。そう、天に続く道でございます。斜里町の名物です。まあ、知床半島とはちょっと違う、まあ遠いんですけども、ここも結構名高いビューポイントでございます。写真の撮りがいがありますよ。さ、こちらが天に続く道でございますね。え、皆さんご存知の道でございます。北海道を象徴するような道ですね。写真の撮りがいがあります。さ、ルミナスダイアリー本編はこの斜里町天に続く道からスタートいたします。知床まではまだ道のりがありますんでね、まずはここからご紹介していきましょう。では次回お楽しみに。バイバイ。どうよ、こんな感じだろう。